丸々ができればガンダができる。基礎から完成までのステップ改正。ガンダをちゃんとできるようになりたい人、はい、結構いるじゃないですか。ガンダ楽しいですからね。楽しいです、うん、コメント欄にもガンダがなんかうまく続かないです、できるようになるあのコツとかあれば教えてくださいみたいなのあるんですけど、ガンダっていうゴールがあって、はい、そこにたどり着くためには、はい、これ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 、はい、これでガンダできます、はい、な感じのイメージ。そうですね。丸丸ができれば、はい、これができるぞ。これができたらこれができて、これができたらこれができて、だからってランダができる。なるほど、なるほど。やっぱそのランダって急にできるものじゃないですかね。そうですね。いきなりできたら苦労しない。そうですね、はい、そのランダができるまで あのステップを、はい、完全解説していきたいと思います、はい、ランダがうまくできるようになりたいっていう人がいましたら、はい、ぜひ動画の方を最後まで、ご覧ください。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。それではランダができるまでのステップアップ練習ということで、一つ目からやっていきたいと思います。で今回はですね、ランダができるようになるまでに、3つの、カテゴリーですね、3つのジャンルがあって、それぞれで、こういう練習をやっていったら最終的にランダができるよっていうところで紹介させていただければと思います。でやっぱりソフトテニスはですね、こうボールとの距離感だったりラケットワークだったりタイミングだったりとか、こういろんな能力があって初めてボールが打てますので、なのでこの1つだけっていうよりはそれぞれ あのジャンルというか能力ごとに分けた練習である程度能力を鍛えていかないとトータルの能力が必要とされるランダができないっていう風に考えたので、それぞれで説明させていただければなと思います。でまず1つ目がですね、ラケットとボールを当てる、はい、っていうのが1つ目。2つ目が、ボールまで移動する、はい、で3つ目が狙ったところに打つ。この3つが揃ってランダができるというふうに考えましたので、それではまずですね、ボールとラケットが当たるというところの練習メニューを、今回はですね一個一個具体的に説明というよりは、まあ、こういう練習です、やってみてくださいぐらいな感じでもうサクサクいこうかなと思いますので、ぜひですね参考にしてくれると嬉しいです。それでは1個目からやっていきます。1つ目はここに置いてあるビニールボール、これをラケットで止めて転がすっていうものになります。ではちょっとやっていきます。止めて転がす、止めて転がす、止めて転がす、はい、ね、まずこれでしっかりラケットに当たっていればこれは OK です。では次2つ目いきます。2つ目は上から落ちてきたボールにラケットを当てるです。ではやっていきます。上から落としたボールをポンと当てる、こうですね、上から落ちてきたのに合わせて当てる。これは基本的にその場から動かないで OK です。はい、はい、これが2つ目です。じゃあ次3つ目は前から飛んできたボールを当てるっていうのをやっていきます。初めはワンバウンドでリズムを取るっていうのが結構難しかったりもしますので、ツーバウンドで最初はやっていきましょう。しっかり当てるっていうところに関してはできてますので、次のステップに行っていきたいと思います。次は動いてボールに近づくということなので、実際にボールを遠くに転がしてもらってそれを打ち返すという練習をやっていきます。横に来たのを止めて打つで戻る、
遠くに来たのを止めて、来たのを止めて、でこれができるようになったら次は回り込みをやってみましょう。こちらに来たのを回り込みフォアで止めて、はい、止めて、はい、この時注意するのは正面で止めてしまうと打てませんので、正面じゃなくてボールの逆側にしっかり入る、こっちから行ってボールの逆にしっかり入って横で止めて返すっていうのを意識してください。止めて転がすのを慣れてきたら次はダイレクトでやってみましょう。転がしたのをそのまま打ち返す、回り込みでも一緒です。回り込んでそのまま打ち返す、そのまま打ち返す、はい、これをやってみてください。では次に、ボールを打っていくんですが、次はボールをいろんな角度で出したものを打っていきたいと思います。では次は後ろから来たのを打っていきます。後ろから来たボールを打っていく、はい、ではこれができたら次は自分の背中から飛んでくるボールを打っていきます。こちらから横に行くボールを、はい、これができたら次は逆です。こっちから来るボールを自分で下がりながら打っていく、下がって上がって、というのをやってみてください。これをやることで前後左右どこに来ても動いて打つというのができます。では次に前から後ろに下がって打っていきたいと思います。後ろに下がって、後ろに下がって。やってみてください。次にこれができるようになった場合は、今近い距離でやっていたと思うので遠い距離で投げるか、もしくは次はラケット出しでやってみましょう。じゃあ次にラケットでボールを飛んできたのを打ち返していきたいと思います。ボールが飛んできて、スピードも速いですし伸びてきますので、それに距離感を合わせながら動いて打っていきましょう。今のようになります。では次3つ目の項目です。狙ったところにコントロールをするという練習をやっていきます。これはまずは簡単な上からボールを落としたもの、ここでやっていきたいと思います。まずは動かないで打っていきますが、コントロールは3つ、3種類のコントロールを持っていてください。1つ目がコート全体を狙うというコントロール、コートに入ればどこでも OK というコントロール、2つ目がコートの半分、コートの右側なのかコートの左側なのか半分を狙うコントロール、最後コートの4分の1を狙うということで、今はここから打ってますが、初めはサービスラインぐらいから目の前のサービスボックスの中に入れるという、そこもコートの4分の1のコントロールという意識でやっていてください。目安としては10球のうち7球入るようになれば、じゃあ次
はコートの半分を狙って10球中7本入れよう。それができるようになったらコートの4分の1を10球中7本狙ってみようという、10球中7本というところで、次のステップに行っていただければなと思います。以上入ったので次に行くという形でやります。では次にその場ではなく動かしてやっていきたいと思います。では次に前から飛んできたボールですね。まず簡単なもので言うと正面です。正面に来たボールをこれを狙ったところにコントロールできるようにしていきましょう。これができるようになったら次はフォアに移動して同じようにやっていきます。フォアに移動してコントロールを10本中7本以上狙ったところにコントロールできるようにしていきましょう。これができたら次は回り込みです。回り込んでも10本中7本以上狙ったところに飛んでいくようにぜひしていってください。はい、これができたら次はラケット出しです。ラケット出しでも同じように10本中7本以上をコート全体に入れて、それができたらコートの半分を狙って、それができたらコートの4分の1を狙ってコントロールできるようにやっていきましょう。コートの4分の1、前のエリアを狙うんだったら前のエリアを狙ってコントロールをしましょう。回り込みになっても一緒です。回り込みになってもしっかりコントロール。できるようになると、ランダーというのがいっぱい続いて楽しい状態にまでなっていると思います。まあ、ここまで綺麗にきっちりやらなくても一つ飛ばしでやってみたりだとか、途中でランダーやったらどこまでできるのかなという感じで途中で何回も何回もねランダーを挟みながら、あまだ難しいな、じゃあまたこの練習戻していこう、でまたランダーやって、あ次はここのレベルだな、ここやっていこう、またランダーやってっていう感じで、どん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 ねランダーを間に挟みながらやっていくっていう方が本人としてもだんだん上手くなってるっていうのを感じれると思いますので、ぜひ今のようなステップアップ練習をこなしてランダーまでできるようにぜひなっていってください。最後までご視聴いただきありがとうございました。見て強くなるソフトテニス塾では、ソフトテニスの技術だけではなくどうやったら成長して上手くなっていくのかというこういう動画も発信しておりますので、今回の動画が参考になった面白かったという方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。普段の悩みリクエストの方に関してはコメント欄でお待ちしておりますので、こういう内容をやってほしいなどがありましたらぜひどんどんコメントしてください。いつも皆さんのコメントで励みをもらっています。ありがとうございます。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。